ということで今回は腰痛、膝の痛み、五十肩を治したいのなら食べるなというちょっと衝撃的な話をしていきます。タイトルを見て驚いていますよね。そう、腰痛、膝の痛み、五十肩をできる限り早く治すためには湿布や痛み止めのお薬、マッサージをしなければ治らないともうすでに諦めているあなたに衝撃の事実を知ってもらうための動画です。僕のところに LINE や電話、実際に来ている患者様から腰痛を治すためにはどうすればいいの、マッサージやお薬では一時はいいけどまたすぐに戻ってしまうっていう質問や悩みをよく聞きます。そして多くの人はやっぱり手術しかないのかとか、他にもっといい治療方法があるはずって思っているんじゃないかと思います。確かに普通に考えたら腰痛や膝の痛み、五十肩を治すためには整形外科に行って湿布やお薬、電気治療やマッサージなどをしないといけない、これでダメなら手術って思いますよね。でも実際のところ腰や膝、肩の痛みを治すにはそれらの治療だけでは治りません。問題は治療方法ではなく食事方法にありました。僕の治療院にはあなたみたいに整形外科や他の治療院さんに行っても良くならなかった方が圧倒的に多いです。つまりいくつかの整形外科や治療院に行っても治らないということは考え方そのものが間違っていたということになります。ただ本日紹介することを徹底するだけであなたの体が必ず変化してきます。それどころか痛みだけではなくなんだかわからないだるさや見た目も綺麗に変化していきます。女性は特に最後までご覧ください。実際に僕のオンライン整体でこの方法を患者様にやっていただくと、僕が実際に整体をしなくても症状が改善しています。ぜひ今回紹介する方法を自分のものにしていただいて、腰痛、膝の痛み、五十肩が治らないという悩みを解消していきましょう。あと今回紹介する症状を改善する食事法以外にも誰でも簡単にできるマッサージ、湿布よりも効果のあるセルフケアを配信していきますので、そういった動画を見逃したくないあなたは今のうちにチャンネル登録をしてもらえればと思います。まずいきなり結論なんですけど、腰痛、膝の痛み、五十肩をできる限り早く治すためには腸内環境を整えるです。どういうこと、私が痛いのは腰なのにと思ったあなた、その気持ちはわかります。腰や膝、肩とは全く関係ないよねと思いますよね。これが実は関係あるんです。痛いところには炎症があります。炎症とは体に何かしらの異常があった場合、免疫が自分自身を守ろうとする働きです。そして炎症には大きく2つあります。1つ目が怪我をした時にその場所が腫れる、赤くなる、激しく痛くなるといったような急性炎症と、2つ目が長い間持続的にしかも多くの方が気づかずに体を蝕んでいく慢性炎症があり、厄介なのはこの慢性炎症です。慢性炎症とは免疫がずっと働き続けているような状態です。しかもこの免疫には異常がある部分だけを攻撃したり排除したりするわけではなく、異常の部分とその周辺の健康な組織まで攻撃をしてしまうんです。これが長く続くと病気や疾患どんどん老けていくということになるんです。もしかしたらあなたのその治らない腰痛、膝の痛み、五十肩もこの慢性炎症が関係しているかもしれません。食事とこれらの痛みがどう関係しているのか、食事というのは腸の中の細菌に影響を与えます。この細菌というのはいくつもの種類があって、食事はそれらの細菌のバランスに関係しています。細菌というのは腰や膝、肩の痛み以外の健康にも影響を与えます。例えば肌とかお顔のシワです。腸内細菌のバランスが崩れると蠕動運動、つまり腸の動きや消化が悪くなるので、腸から血管に栄養を受け渡すときに消化しきれてないものや細菌が直接血液の中に入ってしまう状態になります。この時に免疫が働き慢性炎症を引き起こすようになります。血液に乗って全身を回って免疫、厳密に言えば抗体が腰を攻撃すれば腰痛、膝や肩を攻撃すれば膝の痛み、五十肩になってしまうんです。潰瘍性大腸炎とかクローン病というお腹の病気の多くは関節の痛みを訴えますので、腸の異常と体の痛みには密接な関係があると示していますよね。腰や膝、肩の炎症を取るためには腸内細菌のバランスを整える必要があります。そのためには食生活の改善が必ず必要になるんです。今回は慢性炎症を引き起こしてしまう食べ物をご紹介します。1つ目はオメガ6の油です。これは炎症を引
き起こしてしまう食べ物ではあるんですが、全く取らないのもダメです。なぜなのか、これは後ほど解説します。オメガ369とあって、オメガ6の油は多くの人が摂取している油になります。例えばサラダ油、ごま油、ケーキやお菓子などの加工食品にも使われていることが多いです。オメガ3にはアマニ油やエゴマ油、お魚です。オメガ9はオリーブオイルなどですね。オメガ3と6は必須脂肪酸なので、体内では作ることができない物質です。だからオメガ3と6は全く取らないのもダメなんです。問題になるのは多く取りすぎることなんです。このオメガ3と6は正反対の働きをしています。オメガ6は白血球を元気にして病原体などと戦う働きをしますが、オメガ6を多く取りすぎると白血球を暴走させて自分の組織や細胞を攻撃してしまうんです。これが炎症を引き起こします。オメガ3は反対に白血球を抑えて炎症を沈める働きをします。つまりオメガ3と6のバランスが大事なんです。福岡県富山町の研究では、オメガ6-1に対してオメガ3-2ならば心臓病の死亡リスクが最も低く抑えられているということでした。二つ目は加工食品です。ソーセージ、ベーコン、ミンチの肉、ハンバーガーやハンバーグですね、ポテトチップスなどがこれに当たります。例えばソーセージやベーコンは赤々として美味しそうに見えますよね。でも肉って放っておくと黒く変色していきます。これって加工する際に防腐や鮮度を保つために亜硝酸塩と呼ばれるものが使われています。これは多量に摂取すると炎症を引き起こしてしまいます。僕も大好きなんですが、マクドナルドはダメっていうことになりますね。3つ目は糖分を多く含んだ食べ物です。ケーキやドーナツ、チョコレートなど、ジュースがこれに当たります。甘いものが好きな方には残念なお知らせとなってしまいますが、今よりも量を少なくできるといいですね。というふうに、腰痛、膝の痛み、五十肩を早く治すためには少しずつでもいいので炎症を引き起こす食べ物は控えてください。薬や湿布、電気やマッサージ治療をしても効果を感じれないあなたは、ぜひこの食事方法を試してみてください。今よりも確実に体の状態が良くなっていきます。もしかしたら自分がいかに体に良くない食事を続けていたと気づいて否定されたようになり絶望する方もいるかもしれません。でもね、大事なのはここからです。一番問題なのは間違った食事をしていたということではなくて、そこから諦めて何も改善しないことです。少しでも改善してください。多くの人は自分の食事が腰や膝、肩の痛みにつながっていることすら知りません。でもあなたがこの動画を見て間違いに気づいたなら超ラッキー。今日から少しずつ改善して実践するだけです。でも中にはこの食事法をやっても自分のこの腰痛には効かないだろうって思う方もいるかもしれません。いやいや、それは安心して。今この動画を見ている時点で痛みが少しも改善しないなんてまずありえない。今までの僕の動画で痛みを改善するためのセルフストレッチ、セルフマッサージを全て学んでいますよね。まずそこまでセルフケアをやってる人はごくごく少数です。僕の施術とかオンライン整体で効果を確認しているセルフケアです。だから心配しないで頑張りましょうね。最後にまとめ、腰痛、膝の痛み、五十肩は慢性炎症を抑えることによってより早く完治へと向かっていきます。慢性炎症を抑えるには腸内環境を整えることが大切です。腸内環境を整えるには避けるべき食べ物があります。1、オメガ6の油、2、加工食品、3、糖分を多く含んだ食べ物。この3つをできる限り食べない生活を送っていると腰痛、膝の痛み、五十肩がより早く改善していきます。ぜひ実践してみてください。ということで今回は腰痛、膝の痛み、五十肩を治したいなら食べるな、というちょっと衝撃的な話をしてきました。僕の整体を受けている人たちにも伝えている根本原因である姿勢を改善するセルフケアを5日間の無料動画講座で紹介しています。動画下の概要欄にある公式 LINE で配信していますので登録しておいてください。僕の整体院では病院では良くならなかった腰痛の専門整体を行っています。腰痛やしびれがあるせいで仕事に集中できない、やりたいことを諦めているというあなたは僕が全力でサポートさせていただきます。当院は千葉と東京から来る方が非常に多いです。なので僕の整体を受けてみたいという千葉と東京に住んでいるあなたは下の概要欄からホームページを見てご相談ください。そして他にもこのチャンネルでは病院では治らなかった首の痛み、腰痛、膝の痛みなどを解消する貴重な方法をできる限り分かりやすく紹介しております。だから見逃したくないあなたはぜひチャンネル登録をしておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。整体師の K でした。ありがとうございました。